どうも皆さんこんにちは、まことです。本日はですね、こちらジャニーズライブコレクション2017をご紹介していきたいと思います。こちらね、去年、まあ今年2018なんで、去年2017年に行われたライブ、それぞれのグループが行っているライブの詳細、あの写真集になってますんで、これから見ていきたいと思います。今の目次にあった通りですね、それぞれのグループに、ページ12ページ分あります。でまず表紙で1ページ分で、ライブ中の写真ライブフォトで6ページ、セットリストで2ページ、グッズで2ページ、コメントで1ページ、この5種類合計で12ページ分あります。でそれは去年1回だけ公演やってるよって、ライブ公演やってるよっていうグループなんですけれども、中には平成ジャンプが2回ライブやってて、で平成ジャンプだけですね20ページ分あります。その中で今の12ページ分の全部5種類、表紙、ライブフォト、セットリスト、グッズ、コメントが20ページ分で分かれています。一つ気になるところがあると思うんですけど、コメントについてで、これは全部のグループが同じコメント、まあ質問をね受けてるんですね。全部で5種類あります。まず1つ、このツアーで好きだった演出は、まあこれに関してそれぞれのグループ、それぞれの一人一人が話してくれています。まあ内容はね買ってからのお楽しみということで。でクエスチョン2、このツアーで最も気に入っている衣装は。クエスチョン3、パフォーマンスをしてみて印象が変わった楽曲は。なるほどね、クエスチョン4、このツアー中で思い出に残っている出来事は。クエスチョン5、最後ですね、このライブの魅力を改めて振り返ると。どれも見応えがあるところですね。まあね、個人的にはカトゥーンがね今年から復活したのでね、去年亀梨くんのみだったのでね、まあ、全員のね見たいなと思うんですけど、まあ来年また出たら買おうかなって考えています。はい、こちらね定価3200円でございます。ちょっとお高めなんですけれども、まあでもね、自分たちが応援してるファンっていうグループ以外のグッズとかね、まああとコメントとか、まあそれぞれのセットリスト、まああとはコンサートこういう感じでやってたんだ、演出やってたんだっていうのも見るのもすごく面白いです。勉強になるというかね、楽しめるのであるので、まあ3200円、それはまあ全部が見れるってなったら妥当な値段かなと感じました。この動画がいいねと思いましたら、ぜひいいねよろしくお願いいたします。その他 Twitter や Instagram もやってますんで、そちらもフォローよろしくお願いいたします。それでは皆さん、 Have a good time。ユウもチャンネル登録しちゃいなよ。